こんにちは、木下優香です。今日はね、じゃん、香港の視聴者さんと日本の視聴者さんがお菓子を送ってきてくれたので、こちらを食べたいと思います。皆さん本当にいつもありがとうございます。いただきます。まずはこちら、これはお菓子というか牛乳に入れるやつなんですよね。ちょっと豆乳しかないんですけど、豆乳に入れていきます。コルフォルディのクイックミルクというものです。ありがたいですね、飲み物まで送ってきてくださってます。これをこのまま刺して牛乳を飲みます。うん、ストローの中にチョコレートの粒粒が入っとって、牛乳がチョコレート味になります。美味しい豆乳ですけどねじゃん、こちらはですね、香港の視聴者さんが送ってくださったおせんべいですかね。うん、エビの香りがします。これをお菓子です。うん、エビの味でサクサクでめっちゃ美味しいです。で、こっちはね、同じメーカーのピーナッツのピリ辛エビコロッケ。すごいなんか複雑な味ですね。ピーナッツのピリ辛エビコロッケ、どんな味なんやろ。こんな感じです。うん、あ、エビコロッケみたいな味がします。そんなピリ、あ、ちょっと辛いか、ちょっとピリ辛ですねでもピーナッツの味はちょっとよくわかんないかも。うん、これも美味しい。さっきのオリジナルの味は結構日本でも似てる味があったけど、これはあんまり日本にない味だなと思います。美味しい。で、今度はカレーエビのパテです。香港のカレー味とかがあるんですね。日本と似とる。こんな感じですね。カレーの香りがします。うん、すごいスパイスが結構ちゃんと効いとって美味しいです。次はこちら、送ってきてくださった人がこうやって予約してくれてるんですよ。ガーデン爆芽ショートケーキって書いてます。あ、これなくなりました。美味しかった、もう一本飲もう。うん、美味しい。なんかパイって感じですね。うん、ほんのりと甘くてね、サクサクで、で、程よく歯ごたえがあって美味しいです。じゃーん、これは魚の形をしたお菓子です。こんな感じです。あ、日本にも似たお菓子がありますね。これ私、韓国の視聴者さんにも似てるお菓子をもらったことがあります。こういうお菓子世界中に多いのかな。海苔の味って書いてますね。うん、味が濃くて美味しい。海苔を濃くしたような味ですね。次はこちら、日本の視聴者さんからいただきました。じゃーん、超綺麗なゼリーです。これは蝶々が入ってて、栗が入ってて、これはあんみつです。すごい、はい、見てて癒されますね。うん、甘くて美味しい。これ冷やしても美味しいと思いますね。これはレアチーズケーキ、瀬戸内レモンって書いてます。美味しそう。中はこんな感じです。あー、プルプルです。うん、レアチーズがね、トロットロですね。で、レモンの香りが爽やかで、レアチーズの味が結構濃いです。で、こちらもですね、別の日本の視聴者さんからいただきました。トロペルプリンと滑らかレアチーズ、いっぱい入ってます。ちょっとね、1個食べちゃいました。こんな感じです。プリンとカラメルソースがついてます。プリンの上にカラメルソースをかけます。うん、あー、美味しいですね。つるっとしてます。こっちはレアチーズです。で、ベリーソースをかけます。おー、こんな感じです。うーん、こっちも美味しい。もっちりしとって結構滑らかですね。こちらジャムサンドクラッカーです。カルビーで買ってきてくれたって言ってました。あー、美味しい。クラッカーがね、ちょっと塩気があって、中のジャムはね、そんなに酸っぱくはなくって、ほんのり甘くって、とっても美味しいです。最後、瀬戸内産レモンのごぼうチップス。私ね、この瀬戸内産レモンのね、シリーズのお菓子好きなんですよね。こんな感じです。自然スパイって感じがしますね。うん、ごぼうにね、衣をつけて香ばしく揚げとって、そこにレモンのね、風味がして、とっても美味しいです。
ごちそうさまでした。香港のお菓子と日本のお菓子両方とっても美味しかったです。送ってきてくださった視聴者さんありがとうございました。でも結構お菓子はね、どこの国のやつでも美味しいですね。私は結構どこの味も好きです。でもこうやって日本の国のお菓子も食べれて、いろんな国のお菓子も食べれるって幸せだなと思います。で、送ってきてくださった視聴者さんありがとうございました。でとっても美味しいので、ぜひぜひ皆さんも食べる機会があったら食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。私にやってほしいことや食べてほしいものがあったら、ぜひぜひコメント欄やツイッターなどで教えてください。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。